スミーさん、チェイスターでも入りました。チェイスターの通勤シャン、アトラス彗星撮影は今日初めて成功しました。スミーさん、色を色々変えてみます。シェラさん、今、スミヤ展望台に望遠鏡6台、あります。アワーさん、千葉県ってもう見れないのかな？ムグさん、アワーさん、こんばんは、このライブ配信は千葉からですよ。カナレンコーンさん、うわー綺麗ですねー。釣り鐘ツツジさん、綺麗ですねー。塚本めぐみさん、美しいですね。セラさん、ダストテールが縦に伸びてるので美しいです。スミーさん、プーチンシャン、アトラス彗星復活しました。ムグさん、綺麗です、スクショ。ち、セラさん、だいぶダストテールが出てきましたね。水星追尾モードに切り替えました。ち、セラさん、うん、めちゃくちゃ明るい。セラさん、現在、スミヤ展望台にいます。セラさん、隣にあるシースターが突然喋り始めてビクとします。わら。スミーさん、チェイスターでも入りました。ムグさん、スミヤ天文台はだらけ、リアチャレ可能な皆様はでも撮影できちゃうかもね。ち、セラさん、今、スミヤ展望台に望遠鏡6台、あります。アワーさん、千葉県ってもう見れないのかな。ひろゆき、いと、新温州聡明、ひろしうん、さん、これは今の映像ですか。スミーさん、アワーさん、こんばんは。ち、セラさん、リアルタイムのスタッキング画像ですね。スミーさん、ライブ映像です。ムグさん、アワーさん、こんばんは、このライブ配信は千葉からですよ。ち、セラさん、重ね合わせですので実際は淡いです。ムグさん、そうななねー。ひろしうん、さん、すごくはっきり見えますね。ムグさん、そうなのねー。ムグさん、だんだんと見れる時間が長くなってる気がします。高度が上がってるから？スミーさん、そうですね。見える時間が毎日20分以上長くなります。ち、セラさん、双眼望遠鏡で見るとコアが明るく周りにオーラをまとって淡い光が上にたなびいてる感じです。ヨッシーさん、13、ヨッシーさん、13日にセイスターで撮影しようとしましたが、スタックできずでした。一眼のタイムラプスはしっかり撮影できてました。ムグさん、それなら20日まで、ゆっくりと楽しめそうねー。ハート、あとはお天気頼み。ヒロシウン、さん、彗星は静止画みたいに見えますね。流れ星なら早いから。ムグさん、ヨッシーさん、一眼おめでとうございます。スミーさん、チェイスターの通勤シャン、アトラス彗星撮影は今日初めて成功しました。ち、セラさん、17日過ぎるとだんだん暗くなってきますよ。ムグさん、イトさん、ハイハート。ムグさん、スミヤさんも。セラさん、今回はスマート望遠鏡惨敗ですね。次回のアップデートに期待です。失敗が成功のもと。
スミーさん、色をいろいろ変えてみます。ヒロシウンさん、ピンク色とか。カオ、タカ、スズさん、こんばんは。シースターで奇跡的に1枚スタックできました。セラさん、先生、下から曇り出てきてます。釣り金ツツジさん、十三夜がとても明るいです。ムグさん、ゆっくりいろいろ試せて。前はあっという間でしたから。セラさん、コバルト青いですねー。釣り金ツツジさん、十三夜のお月様がとても明るいです。セラさん、展望台完全雲に隠れました。ムグさん、月は東に水星派西に、B、寺沢さん。セラさん、曇っても撮影できる電子観望は最強ですね。ヒロシウンさん、金木犀の香りがします。香りはスマホで送れないのが残念。ムグさん、昨日は雲が透けてたわよ。ヨッシー33、ヨッシーさん、空が暗くなる時間帯ならセイスター撮影良いんじゃないですか？スミーさん、セイスターは満月過ぎの水星撮影に向いているかもしれませんね。釣り金ツツジさん、飛行機の照明ははっきり見えます。セラさん、ですねー。ヒロシウン、さん、コオロギコオロギ。セラさん、だいぶ暗くなってきたのでセイスター、活動ですね。ヒロシウン、さん、メープル、サツマイモ。ムグさん、成田空港と羽田空港、ね。ムグさん、糸さん、秋の風情が。スミヤさん、いろいろ試して楽しんでらっしゃるわね。ブルーもかっこいい。ムグさん、リアル水星モース紫の尾が見えるんですか？ヒロシウン、さん、レイム、マリサの声が超ウケる。よしょ235さん、伊豆大島から眺めています。水星のオアガスでしょうか。セラさん、伊豆いいですねー。西側どうですか。釣り金ツツジさん、さて、現実に戻ってご飯の支度に入ります。ライス、少しの勘でしたが、楽しませていただきました。ありがとうございました。どうか皆様方も楽しいひとときをお過ごしください。ムグさん、釣り金ツツジさん、ありがとうございました。ご飯作りファイト。セラさん、スミヤガン氏舞台終了です。雲には勝てませんでしたが、非常に良いものを見せていただきました。先生感謝。スミーさん、釣り金ツツジさん、ありがとうございました。良いおかずにしてくださいね。ライス、セラさん、釣り金ツツジさん、お疲れ様です。コメットハンバーグで、おう。ヨッシー33、ヨッシーさん、月明かりは水星の岩子確認に大きく関係するんでしょうね。ムグさん、私も後片付けしてきます。あー楽しかった。あの、ワクワク感がたまらないわねー。スミヤさん、皆様ありがとうございました。良い夜を。おう。ヨッシー33、ヨッシーさん、釣り金ツツジさん、ムグさん、ありがとうございました。